最初は、静心なくいよいよ、けそうじ、引きつくろいていれたもんを、わざとならねると、情けだちた者はこうどは、恨めしと思うもありけり、年頃のつもり取り添えて、思うようなるおん、仲らいなめれば、水ももらさんやわ、水ももらんやわ、 あるじの音どいととしき近ばさりを美しきものにおぼしていみじゅうもてかしずき聞こえたもう負けねる方の口よしさはなおおぼせど罪も残るまじゅうぞまめやかなるおん心ざまなどの年頃こと心なくてすぐしたまえるなどをありがたくおぼし 許す「女房の恩ありさまなどよりも華やかにめでたくあらまほしければ北の方三郎人々などは心よからず思い言うもあれど何の苦しきことかはあらんあぜちの北の方などもかかる方にてうれしと思い聞こえたまいけり」。 最初、夕霧は妻のことを思って傷心なくいよいよけそうじ新婚早々みたいなもんですから傷心なくって傷心なく鼻の散るなんじゃなくって 新妻のために静心なく、うん、いらっしゃってそしていよいよ化粧時大層念入りにおめかしをなさって身なりを引き繕い女君のところへお出かけになるのご様子だが。 わざとならねど情け出したもうはこうは恨めしと思うもありけりそんな夕暮りの様子をいかにもその頃のやはり大貴族の家庭の中らしいところがここに出てるわけですね。わざととならねどこれといって 格別ではないけれども、つまりそういう引きたりは大貴族の屋敷では常のことなんだけどちゃんと情け立ちた者は行動がいるわけです女房の中で特別のその若い息子さんと 間柄の特別な女房がいるわけですね。今までも源氏のそばにいるメシウドというふうな人が表には出てこないけれども、常に何人かいるってことは出てきました。そういうものが、若い源氏の息子の夕霧にも当然もあるわけです。しかし、そんなのは言ってみれば影の人であって。 表には出てこない。だから雲仁の狩りとの結婚というのがもちろん大事なわけです。で雲仁の狩りとの間がこんなふうに成就してそしてワク,ワクワクしながら夕霧が出かけていくその様子をわざとならねど情け立ちたるアコードはこれといって格別のことでは表向きのことではないけれども。 情け見えたお心をおかけになった若女房なんかは恨めしいと思うもありけりそんなお出かけの様子を胸の中でひっそりと恨めしいと思っているものもあることだ。年頃のつもり取り取添えて 思うようよなる女からやめれば何年この方の積もる思い積み重なって今それが思うように開けたお二人の間柄だからして。 あの愛情の細やかな様子は。水も漏らさる。水も漏らさるような。親密さである。ここに。挽き歌があって。伊勢物語の中にある歌です。名とてかく。王語形見になりにけん。水も漏らさじと結び紐のを。名とてかく。 王みになりにけん水もらさじと結びしものをこの引歌の気分はこの場でのこの源氏の文章での引唄の,の気分は前の方を上の句の方はあまり、えー、入ってこないんですね下の句の部分の「水もらさじと結びしものを」という。 そこの水もらさじと結びしというその気分なんですね水も漏らすまいとしっくりと愛情を交わし合っているというそこのところを引いて水も漏らさんやわとこう言ってるわけですあの伊勢物語ではもうちょっとあの複雑な形でこの歌が出てくるわけです、ね、謎でかく おうご、形見になりにけん。おうごは。あの。男女が。会うときですね。形見は。 困難なこんなんな状態にか形に身がついている。えー、どうしてこんなに二人が会うことがこんなな状態になったのだろう。それと「あの王吾」っていうのは「王吾王子っていうのは関西なんかであの天秤乏を ね、荷物を貸す時の,あの天秤坊のことを王子ってうわけです僕は大阪の部隊入ってね、うん、大阪の兵隊ってなんか弱いくせに意地悪いんですよ。で庶年兵なんかことにの大阪の八連隊の別れの部隊があんまり弱いもんだから、えー、伊勢の平野部の若者と淡路の 漁師の若者とこう入れて補強したわけですけど余計そのそういう少年兵に対して体力はこっちの方がずっとあるんですけれども意地悪いんですねで「王子」っていう言葉が僕らも分かんなかった「こらこの王子持ってこい」とか言って王子が何か分かんない天秤棒って言えば分かるんだけどもあの関西の古くからの この王子という言い方でね、えー、あるいはあのなんかコンロなんかも完敵というわけでしょう大阪の人でないとわかんないんですねなんかボケボケなそうとか言って、うん、偉そうに怒鳴るわけです建築しようと思うんだけれどもその王子と そして「会う後」「会う時」というのとかけ言葉で言ってるわけですね、えー。そして「あの片見」っていうのはこう互い違いにこう使うわけ、えー、それと「片見」「会うことが非常に困難である」ということとこう2つこう二重の掛け言葉で言ってるのが一、まあ、つの技法なんですね。つまんない技法といえばつまんない技法ですけれども当時の人はこういうことが非常に得意であって。 それがまた歌の味になっているわけです。ね。なって書く。王語形見になりにけん。どうしてこう。二人の間の会うことが。いつでもこう。ずれてしまって。互い違いになってしまうんだろう。それが。なぞて書く。王語形見になりにけん。で。 水漏らさじと結びしものを下の句の方でもともとこんなことになるはずじゃなくって水も漏らさない間柄にと思ってお互いにちぎり合ったものをという、うん、そのむしろ下の句の気分をここ引いてきて、えー、そして牛タンに使ってるわけですけれども。 水も,もらさんやお互いの親密な間柄は水も漏らすまいあの偽物語の歌じゃないけれども水も漏らすまいと思ってお互いにいるものを水も 漏らすことがあろうかだから歌の我としてはむしろ伊勢物語の方はこうそう幸福にいかなかったわけです。それを逆にこう使っている感じですけれども「水を漏らすことなどあろうものか」「主の音ど」「内大臣は」 ど四季近りを美しきものにおぼしれ夕暮れの大変素晴らしい近さりそばに近づくほど美しく見える様子それが近さりですがその しかもさらに美しく見える様子を素晴らしいものに素晴らしい婿殿だとお思いになって美しきものにおぼしているもう以前とすっかりこう気分が違ってしまっているわけですそして「意味じゅうモかしずき聞こえたも体操を丁重に大事にかけて お扱いいになっていらってらしゃる。負けぬる方の口惜しさはなおおぼせど自分が、まあ、負けてしまったあれほど頑固に頑張っていたわけですけれども自分が負けてしまったその方面の悔しさはなお心に持っていらっしゃるけれども。 罪も残るじゅうぞまめやかなる恩心様などのなんかちょっと残念な気持ちはまだ心に残っていらっしゃるけれどもでもそれが夕霧へのこだわりとはならないで。 す、まあ、すっかり気分がこう転換でできているわけです夕霧へのこだわりとはならないで残るまじうぞつまり夕霧へのこだわりもなくなってまめやかなる恩心様などのよう,うに細々と心を働かせなさるそのお気持ちのありようなど 年頃の心こ,と心こと心なくて過ごしたまえるなどゆくねんこの方夕霧が自分に対して決して恨んだり何かしないで。 誠実に接してきたそのことなどをありがたくおぼし許す奇特なことだとしてなかなか奇特な若者だとして思い許しになる一方 女の方雲井の狩りの方も我が娘ながら女房のお恩ありさまなどよりも華やかにめでたくあらまほしければあの古希殿の女房今もう窮地へ上がっている雲井の狩りにとっては母親の違う兄弟ですね、うん、その女房の古希殿の女房の 御恩有様などよりは、えー、華やかにそして大層、えー、結構にあらまほしい理想的な様子でいらっしゃるからして、ね、北の方は内大臣の北の方つまり雲江の狩りにとってはママ母にあたるわけです。 倭にあたる北の方はそしてその北の方にお付きしている人々三郎人々などは心よからず思い言うもあれど不愉快な感じであれこれと言い立てる者も,もいるけれども何の苦しきことかはあらん何の 気にすることなどもあるものかありはしないそしてその姫君の雲の狩りの実の母親である女性それを「アゼちの北の方」というふうに言ってるわけですがえあぜち大納言の今は北の方になっているわけ 雲の狩りを生んだ後安土大納言の北の方になっているその実は姫の実望なども語る方にて嬉しいと思い聞こえたまえけ夕霧との結婚が成立したことを嬉しいと人づてにその様子を聞いてお思いになっていらっしゃることだ。 まあこれで二人の間は、目でたし、目でたし、なるわけです。またま、た別の波乱が後に起こってきます。けれども、これはこれで、とにかく長い、苦しい恋が遂げられるわけですね。現人にとっても、夕霧にとっても、それは幸いなことであるわけです。ここでちょっと休憩にいたしましょ